どうも皆さんこんにちは、ムーチョと申します。2019年産のね、募集馬の近況が更新されましたんで見ていきたいと思います。ある程度のところまでは毎月ね、1回ずつ月末に更新されるようですので、出資が確定している方も募集馬をまだ探している方もね、近況は必ずね見た方がいいと思いますんで、これからね見ていきたいと思います。ちょっと見方がね難しいんですよね。募集馬情報のところから近況を選んでしまうと、口数が余ってる馬しか見れないので、この所属馬情報のところから近況の方が前頭をこのようにね見ることできるのでいいかなと思います。早速ね、なんとか見ていきたいと思うんですけれどもね、特に自分がね好印象だなと思った馬をね、ちょっとピックアップしていっていきたいなと思います。まずはこのオヒアですかね。半路2本、上限20秒ペースで調整していますと。この中間からさらにペースを上げていますが、へこたれる様子も見せず、むしろ力強さが出てきた印象を受けますと。馬体重は先月よりも若干減ってますが、無駄肉が取れて本物の筋肉がついてくれば、ここからぐんとボリュームを増してくるでしょう。勝負も前向きです。現時点では優に合格点を与える馬ですと。結構ノルマンディは正直にこのコメントは前途出してくれてるかなと思います。まだ余ってる馬をひいき目にね、いいよいいよってこう牧場がねコメントするんではなくて、結構現実的なねリアルな声をね届けてくれるんで、そこはいいかなと思います。あと馬体重も前回のね1ヶ月前の更新からね、どれだけ増えてるかっていうのも見るのも大事じゃないでしょう。このオフィアに関してはね、いいところのコメントが目立ちますよね。気になるところもそんなになくて、現時点では合格点ということで面白そうですよね。40口なかなかね出資してる方は数限られていますけれども、楽しみですね。はい、次にエイシンポラリスもかなり良さそうな感じがしますね。半路2本、上限23から25秒ペースで調整していますと。コメントがいいですね。歩かせても走らせてもとにかくリズムのいい馬、首の使い方が上手ですし、背中からバネを感じさせますと。まだゆったりとしたペースですが、この先どう成長していくのか楽しみな一頭ですと。このいいコメントが当たり前じゃないですからね。結構他の馬厳しいことを言ってる馬もいますしね。これだけポジティブなコメントっていうのはいいですね。馬体重も484キロと、なかなかいい馬体になってきました。次にちょっと僕のね出資馬であるソラコマチについてもね、ちょっと語っていきたいと思います。馬体重は前回の555から少し増えまして519キロまでいったと。この馬もね、なかなかコメントいいんじゃないかなと、ひいき目に思ってますね。春の2本、23から25秒ペース。競りで買った馬は大体今みんなこんな感じですかね。やや繊細な面があると、優しいジャイアンみたいな感じですかね。馬との相互理解を深めながら慎重に進めてきましたと。ここからがいいんですよ。同級生たちと一緒にグループ調教を行ってますが、デリケートな面が影を潜め、堂々と販路を駆け上がっていますと。買い場食いも良く、見た目にもパータイプ、これからどんどん力強さが前面に出てくるのではないでしょうかと。なかなか好印象じゃないですかね。繊細な面があるっていうことで、可愛いところもあるというところで、このままね頑張ってほしいですね。パワータイプなのは間違いないでしょうね。まだどんどん体重が増えていきそうです。あとこのヤマサラグランジュ、今残り104口も余ってる馬なんですけれども、この馬もなかなか良さそうなコメントですよね。半路2本ペース、上限20秒ペースとどんどん上がってますね。ノルマンディ在級の馬はこの中間も調教休むことなく徐々にペースを上げながら順調に進めていますと。それでいて馬体重が増えているので、こちらとしても調整がしやすいですと。健康な感じがしますね、こういうコメントを聞くとね。ロージズ・イン・メイさんクラシック、現状では長くいい足を使うタイプと見てますが、歯のピリッとした気性がいい方に出てくれば面白そうな馬だと思いますと。なかなか期待を持てるコメントですよね。今余ってる馬がみんなね前頭いいコメントかっていうと、そうでもないんでね、コメントだけで見たらこの馬なかなかいいんじゃないかなと思いましたね。あと大和桜子なんですけれども、今後は岡田スタッドで調整を進めることになり7日に移動しましたと。ここがちょっと自分気になるところでして、ノルマンディファームというところから岡田スタッドっていうね、また別の育成場所に移った馬が何頭かいるんですよね。欧州フリートとかもそうなんですけど、そこのね岡田スタッド行く馬はどういった基準なのかっていうのがちょっと気になるところではありますね。何頭かいますんでね、ちょっと見てみてはいかがでしょうか。この在級先のところに載ってますんでね。このラバリーノもなかなかいいですね。まだ馬体に緩さがありますし、中身が詰まってくるのはもっと調教が進んでからになるでしょうが、背中が柔らかく素早いフットワークには好感が持てます。狩りと負荷をかけて乗っていけば先々はグッと良くなりそうな。来月からはさらにペースを上げて調教メニューを強化していきますと。なかなか自信のありそうなねコメントですよね。ドラメンテ3区ということで、ちょっと雰囲気はねクラシック目指していくような感覚な馬ですけどもね。はい、次にケージーナデシコ、名称ボーラー3区。少し臆病なところも見分けましたが、
今ではそういった面も見せなくなりましたと。数字はかなり増えていますが、背中の感触などからは素早い走りをしそうなイメージですと。うん、いいですね。馬体重もどんどん増えて、牝馬ですけどね、まあ名称ボーラー産駒ということもあって、芝もダートもいけそうな雰囲気ありますよね。それで背中の感触もね、なかなか良さそうなんで、好印象ですね。まあココナッツパルム、ちょっとこの馬は逆にちょっと気になるところが出ましたよね。右手前、左手前がうまく出ないように、左右で得意不得意があると。あたりが現状の課題になるが、走り自体はしっかりしてそうな感じがしますと。まあ今の時点でまだまだデビューまで時間あるんでね、そこら辺、今気にする段階ではないとは思いますけれどもね。あとスノースタイルもちょっとね、お休みをいただいてるようですね。まあ、ちょっと足を痛めたような歩様を見せたので、まあ、一旦お休みをいただいてると。まあ遅生まれでもありますしね、無理のないように馬本位で進めていく方針ですということみたいですね。さあそしてもう一頭の私の出資馬、サイノジュレップ、まあ、この馬も悪くはないコメントだと思いますね。疲れが解消されたから、順調再開しました。現在は最終段階まで来て販路入りしていると。これから本格的なトレーニングに移ると。少々時間を要しましたが、丁寧に教育できたことはプラスに働くはずと。いい雰囲気で次の担当者にバトンを渡せそうなのは何よりですと。うん、まあまあまあいい感覚を持ってるんじゃないかなと、うん、思いますけどね。まあ遅生まれともあってちょっとねトレーニングが遅れてますけども、馬体重もね少しずつ410から419と伸びてますから、いい雰囲気だと思いますね。さあそして注目のねペブルガーデン、この間テレビで岡田真京さんが出てたんですけど、そこでねこのペブルガーデンテレビ出てましたね。出資馬の方は嬉しかったんじゃないでしょうか。もうデビューしてないのにねテレビに出させてもらえるっていうのは羨ましいですね。空小町も出てくれないかな。やはりね背中の感触から調教での動きが楽しみな一頭ということで、まあそうでしょうね。だからこそあれだけ期待を持ってるんでしょうからね。馬体重は439と、はい、そして最後にね地方競馬に入る予定のサマーロコガール。いやー自分は JRA に関してしかあまり詳しく見てないんですけれども、地方競馬っていうのは早いんですね。動きがもう厩舎に入ってしまうと、調教師さんに預けてしまうということみたいですね。地方競馬のデビューっていうのは本当早いんですね。まあまだレースに出るっていうわけではないと思いますけれども、まあ、北海道ということもあって競馬場でもうトレーニングを始めるっていうことなんですかね。まあそこがメリットなのかもしれませんね。早くトレーニング競馬場ですることができると。はい、ということでね研究をね見ていきました。まあ出資馬についてはね見てる方も多いと思うんですけれどもね、他の馬もどのぐらいのペースで行ってるのかとかをね見てるとなかなか面白かったですね。まあ月1回更新されるようなんでね、これから見ていきたいと思います。まああとはねもちろんまだインフィニートであったり欧州フリートであったりはね口数余ってますからね、その馬に関してはもう要出資を検討して近況をねギリギリまで見ることできるそうですからね、今の雰囲気だったら。まあそこら辺もね大事に見ていくといい情報になるんではないでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。